こんにちは、グリードです。僕はですね、約7年ぐらいかな、この YouTube 上において FPS のうまさですね、コールオブデューティの技術を、動画として発信してきて、YouTube が伸びてきたわけなんですけども、最近ね、ちょっと思うところがありまして、その FPS の動画とかを上げてても、なんか昔と違ってこう、うまい動画とか技術向上動画とか、なんかそういうのはね、あんま僕の今の視聴者さんには、受けないなというか、昔と比べても反応が薄いなっていうのはちょっと感じてるんですよね。今の僕のね、視聴者さんの年齢層ですね、大体25歳以上が一番多いんですよ。25歳から30代前半とか、結構40代の方もいるのかな。あれ、おなごどこ、あれ。でもね、大体3年から5年ぐらい前は10代後半、20代前半が視聴者層としては一番多かったんですけど、僕も、今年28になります。今27歳今で、視聴者さんも同じように年を取ってきて、ちょっと前は学生だったのがもう社会人になったり、結婚したり、子供ができたりって、そんな感じでお互い年を取ったんですよ。で、そこでちょっと気になったのが、ぶっちゃけ今の視聴者の方は FPS ゲームをしてるのかっていうところで、ちょっとアンケートを取りました。アンケートの結果はこんな感じになりました。僕の視聴者さんは、25歳以上の男性が多いですが、ぶっちゃけ最近 FPS をしてますか、FPS してる 56%、 FPS 以外のゲームをやってる 23%、 ゲームしてない、しなくなったが 21% となっております。このアンケートは25歳以下の方も多分ね、投票してるとは思うので、その若干の差はあるとは思うんですけど、この結果見た時は、意外と FPS してる人多いんだなと思ったんだけど、いや、よく考えろよと思って、FPS 以外やってるが 23% で、ゲームをしてない、しなくなったが 21%、合わせると、約半分近くがもう FPS をしてない、してないっていう感じですよね。あとこの FPS してる、56% も、ゲームが多分全員違うと思うんですよ。バロとかエペが多いと思うんだけど、今は。コメント欄の方にもね、たくさんのその今の、25歳以上の方のリアルなね、現状がコメントで書かれてるんですけど、24歳です。中学校から FPS やってましたけど、仕事終わり、眠すぎてできないので、たまにしかやらなくなって、弱くなってやる気もなくなってきました。うわー、なんかこれね、見たとき、リアルだなーっていうふうに思いましたね。冒頭で言った通り、その最近のその FPS の動画の皆さんのこう視聴者さんの反応がかなり変わってきたなっていうところで、やっぱりこう、みんな、年を取って社会人とかになってゲームする時間がなくなってきたっていうのが一番大きいのかなと思ったんですよ。FPS ばっかやってても何も得られないなと虚無感を感じてしまった。今はストーリー重視のゲームとか楽しんでる。FPS は誘われたらやるし、たまにやる COD はやっぱ楽しいんだけどな。虚無感を感じてしまった。何も得られないってことはないと思いますけどね。こうフレンドとつながれたりとか、他のゲームに興味が出始めるっていうのは全然ごく自然なことだと思います。45歳です。家庭もあり、ゲームをする時間がないなら、ワンマッチだけでも楽しめる FPS は楽しくやってます。おお、こういう方もいますね。FPS するけど飽きてきてる。RPG とかやり込める面白い、ゲームを探してます。今年出るスターフィールド、マイクロソフトから出るスターフィールドは超おすすめですね。あと今僕もやってるレムナント2っていう、ソウルライクの TPS なんだけど、これもすごい面白い。25歳です。FPS やってます。でもシングルゲーが最近楽しいです。ちょっとわかる。この25、6になってくると、ちょっと他のゲーム、やりたいなってなってくるんだよね。25歳になって感じる衰えやゲーム疲れ、反応速度で10代に今は勝てません。それでも FPS 楽しいので仲間とワイワイやってます。楽しければいいと思います。で、正直これはね、よく聞かれるんですけど、反応速度みたいな、反射神経がみたいな。でもぶっちゃけ FPS って基本的にそんな使わないんですよ、反射神経とか。FPS ってこうレベルが高くなっていくと、正直そんな毎回こう反射のみで対応してたら絶対勝てないんで、勝率上がっていかないんで、予測とか連携とか、そういうのがメインになってくるから、僕は反応速度とか全然気にしなくていいと思います。で、ただやっぱりこう25歳になって感じる衰えやゲーム疲れ、こういうのはね、僕思うんだけど、ゲーム以外の要因じゃないかなと思うんですよ。
こう社会人になってね、いろいろやっぱ考えることがあるじゃないですか。家庭だったり仕事だったり、まあ、税金だったりとか、さらにはね、こう一日働いて仕事によるこう体力的な疲れとかもあったり、その学生時代には気にしなかったいろんな疲れのせいで、なんかこうゲームが疲れてくるというか、うん、そういうのはあるのかなっていうふうに思いますね。機材集めが大変やからスマホゲーに流れるかスイッチ勢が多そう。そうだね。まあスマホ今ね、特に日本はスマホのシェアがほんと圧倒的ですからね。仕事中はダメか。仕事中やっちゃあかんか。あ、まあ通勤とかね、通学とかね、そういう時でもやれるってのは大きいですよね。エペも COD もガンガンやってるアラフォーです。いつも50歳手前のおじさんと回してます。反射神経は若い子には劣りますが、楽しければよし。あ、いいっすね。いいっすね。グー。27歳です。仕事の多忙とかでゲームの頻度は落ちましたが、Xbox のゲームパス持ってるから普通に FPS、今だとフォールアウトやってます。あー、フォールアウトいいっすよね。僕も、あのゲームめちゃくちゃ大好きで、まあシングルの RPG だから、まあ自分のね、こうペースで隙間時間にちょこちょこ進めるのすごい楽しそうですね。19歳、新社会人を。頑張ってください。学生の頃に比べてかなり減りましたね。ドライブ行ったり駅歩いたりしてる方が楽しいんじゃ。いや、いいと思いますよ、人生ね。もう楽しいことたくさんありますからね。依存的にしてしまうので最近控えてます。余った時間で筋トレやランニング読書をしてます。ああ、いいですね。確かにな。なんかまあゲームとかまあ FPS も特にもう時間忘れてやっちゃうから、逆にその忙しくてやらないじゃなくて、こう意図的にやらないっていう人もいるんだね。してないけどグリードさんの動画をチェックしてる。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ほとんど売っちゃいました。ああ、売っちゃいましたか。ちょっと占いで欲しかったですね。この結果から見て、やっぱりなんか新しいジャンル、まあ、実写とか、そういう動画も割合をね、増やした方がいいかなっていう感じはしましたね。やっぱこう、昔みたいなゲームうまい解説動画、上達講座みたいな、そういうのはやっぱ本当受けなくなってきてて、最近はだからもう無双系の動画とかね、あんまタイトルにしてないんですよね。あとツイッターの方でもそのラッシュメンバーとのなんかコラボ動画何見たいですかってアンケート取った時も、圧倒的にもうほぼ9割ぐらい、8割9割実写動画が見たいですっていう人ばっかだったんですよね。幸いまあ僕は顔出ししてるし、まあ筋トレ動画とかね、その料理動画とか今まで上げてるから、まあ出せるコンテンツはあるんですけど、多分ね、こう FPS 上手いで技術で伸びた配信者とかが、投稿者が悩む、年齢をね、年取って悩むことじゃないかな、これは。だから多分エペとかバロでもね、やっぱり視聴者さんも年取るし、投稿者も年取るし、やっぱりどうしても社会人になるとゲームをやめていく人が増え、どんどん、ね、年齢を重ねていくごとに増えていくから、やっぱりこうね、今までのような FPS 無双うまいじゃあね、あんま受けなくなってくるんですよね、多分。なので今後の動画コンテンツはその FPS 以外もね、割合実写動画だったり違うゲームだったりラッシュメンバーとの交流だったりっていうのを割合をちょっと上げていこうかなと思ってます。もちろん FPS の動画も上げますね。半々だから今やってない層とやってる層、もちろん FPS も上げていくけど。というわけで、今回はこんな感じのアンケート結果でございました。まあ、またなんかね、面白いアンケート思いついたらね、やりたいと思うんでよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。